カワセミは昔から清流に住む鳥、空飛ぶ宝石とも言われ、一時個体数も減り、見られる場所も数も少なくなりました。しかし池や川の環境が整備され、今では各地の池や川などどこでも見られるようになりました。オスメスの見分け方は、成長のオスのくちばしは上も下も黒、メスは下のくちばしが赤みがあるのでわかります。カワセミが長い距離を移動するために飛ぶときは、鳴きながらほぼ一直線に水平に飛びます。水浴びや水中の餌を取るために飛び立つときは、真下または斜め下に飛び込みます。餌を取るためにホバーリングをして狙いを定めて飛び込むこともあります。カワセミの主食は小魚、ドジョウ、エビ、ザリガニなどです。魚は喉に使えないように頭から飲み込みます。
でも長いから。ザリガニなどは喉に使えないように尾の方から飲み込みます。じっとしていたカワセミは飛び立つ前によく糞をします。魚などを丸飲みするので消化できない骨や鱗などをペリットとして吐き出します。冬はカワセミは自分の作った縄張りで生活しています。縄張りの中に他のカワセミがやってくると雌雄問わず追い払ったり、縄張りを守るために戦い追い払います。
冬に単独行動をしていたカワセミは、春が近づくとオスとメスが一緒にいるようになります。オス同士の争いはよくあるのですが、メス2羽が泣きながら近くにいるオスにアピールしています。珍しい場面です。オスメスの争いがなくなる頃、求愛行動といわれるオスが捕らえてきた魚などをメスにプレゼントする様子が見られるようになります。オスは魚の頭を前にして加え、メスが飲み込みやすいようにして渡します。ザリガニなどは尾の方を前にして飲み込みやすいようにして渡します。渡した。
巣がメスに魚などを渡す求愛給餌が始まると、交尾も始まります。もう渡しちゃったら、うん、行ったよ。交尾は1日数回、1週間ほど続いて行われます。乗った、交尾してるよ。やっぱりだ。なんで求愛給餌や交尾が始まると、オスは赤土などの垂直な壁に数箇所巣穴を掘り始めます。オスとメスは気に入った場所の巣穴を一緒に掘ります。
巣穴は直径7センチほど、深さは50センチから80センチ。奥に向かって高く、広くなっていくようです。メスは巣穴の中に4個から7個の卵を産み、毎日オスメス交代で抱卵します。巣穴を掘っているときは、くちばしや体に土がつくので、たびたび水に飛び込んで、きれいに土を落とす姿が見られます。抱卵は約3週間と言われています。オスメス交代で卵を温めるようです。孵化後、ヒナが巣立つまでには3週間から4週間ほどかかります。親が巣に運ぶ餌は、ヒナの成長とともに増えますが、ある時から餌を運ぶ回数が減ると、そろそろ巣立ちの時だそうです。巣立ったヒナは数日間は親から餌をもらいますが、そのうち自分で餌を取るようになります。
幼鳥たちも独り立ちしたようです。秋が深まると、カワセミは冬の餌を確保するための縄張りを作ります。オス、メス、親子の関係もなく、縄張りの確保のために戦います。
冬は自分の縄張りの中で過ごし、また新しい春を迎えます。Thank you.